皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県富士見中学校の31年の1月に行われた入試問題の算数、この対問の1、これを解いていきたいと思います。対問の1は計算問題です。計算問題4問あるんですけれど、そのうちのカッコ1とカッコ2、これは四則計算ね、計算の順番が分かっているかどうかを確認する問題です。皆さん計算する順番覚えていますか？最初はカッコがあったらカッコの中の計算、その次に掛け算と割り算、最後に足し算と引き算、ね、この順番でしたね。この計算の順番がしっかり分かっているかどうかを確認するのがカッコの1とカッコの2です。ではカッコの1から解いていきます。54-48÷6 です。引き算と割り算ですから割り算を先に計算しますよね。48÷6は8ですから、54-8、こうなって計算すると46、カッコ1の答えは46、このようになります。カッコ2番、17+(5-2)÷ かける3です。足し算とカッコの計算、次に掛け算が来ています。順番はカッコの中が最初ですね。ですから17+(5-2)÷3ですから、3×3、足し算と掛け算になりました。掛け算が最初ですよね。17+9ですから17+9になります。そして答えは26と、このようになるわけです。では3番と4番に進みたいと思います。カッコ3番は工夫して計算する問題です。 6×0.35 足す 4×0.35、 足し算の前と後ろで 0.35 という部分が共通していますよね。そして掛け算って前と後ろ入れ替えても答え同じだったでしょ。 2×3 と 3×2、 どちらも6ですよね。これを 0.35×6 と考えると 0.35 が6個あると、同じように 4×0.35、 0.35×4 と考えると 0.35 が4個あると、こう分かりますよね。つまり 0.35 が 6+4、 つまり10個で計算するといくつですかということです。ですから 6+4×0.35 と、こういう式ができますよね。もちろん 0.35×6+4 とやっても構いません。で 10×0.35 となって答えは 3.5 と、このように計算できますね。カッコ4番、こちらは分数の掛け算割り算、約分とか通分ができるかどうか、これを確かめる問題です。8/3÷4/1、足す12/5×3ですね。足し算割り算掛け算、割り算と掛け算が先に計算しますよね。そして分数の割り算というのは逆数を使って掛け算に直して計算しました。ですから8/3×1/4足す12/5×3と、こういう式が出来上がります。で約分します。8と4を約分すると8のところが2になりましたね。で12と3約分すると12の部分が4になりました。で2/3+4/5、通分します。分母を4にすると4/6+4/5となって答えは4/11です。
もちろんこれ対分数に直して2と4分の3と、ね、どちらでも構いません。このように対問の1、4つの問題で構成されています。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。今回は静岡県富士見中学校の31年の1月にあった問題を取り上げてみました。ではまたお会いしましょう。さようなら。